はい、今日はね木曜日なんですけど休日でございます。はい。でまあ遅く起きてゆっくりご飯を食べて、まあ今宿題中ですね。はい。ちょっとは進んだんですか？ちょっとは進みました。そうなの。はい。まあ自習学習。そうですね、自学をやってて。はい。それが火水木金土何日分？月火水木です。あ、月火水木4日分、4日分やらないといけないですね。はい。これ暴露していいの？ぶっちゃけいいんじゃない？だってあのですね、また1日1ページとか、また1日に1回やらないといけなくて、まとめて今やっちゃってるってことね。木曜日にまとめて。どうする？先生見てたらやばいね。でも、だからもうテスト終わってるんですね、うん、でもテスト勉強とか書いて今勉強しててテスト終わっちゃうとなんかやる気がね、起きないの。起きなくてさ。そう、昨日も帰ってきてからずっとねテレビアニメ見て、だってやる気が出なかった。もうダラダラと過ごしてまいっていますね。白黒と毛布かぶって、うん、テレビであの獣事変をずっと見てました、うんはい。でもほらちゃんとやって、1時半からほらお友達とちょっとゲームでしょ。そうなんですよ。はい、フォートナイトやるそうなんで、それまでに宿題ね終わらせないと。あと1時間半ぐらいあるかな。でもね、あと30分しか、あと30分しかない。ほら急いで、まあ、じゃあ頑張ってください。時間とか終わらないでしょはい、集中して、はい、前向いて。まだやること決めてないんですよどうしよう。算数じゃないの？これ算数、ワクワク算数、5年生の教科書です。それあの速さのやっちゃったんだよ、ね、国語もあるよ教科書。月曜日に、そうそう、それ火曜日のあの国語のテストの。そうなんだ。でももう終わっちゃってさもう私すごくないんだって。いいの？復習しなくてテスト受けちゃうたり、私なんかいやテストまだ何点とか分かんないでしょ。分かるよ。分かるのも、うん、やばかった。うん、算数100点だ。マジで、社会も復習とか一切してないのに100点で、うんうん、すごいじゃん。理科が90点だった。1問間違えて。国語は？国語はまだ返されてない。国語だけなぜか返されてなくて。そうなんだ。ね、ほんとさ、先生だ、クワクワ返すなら全部返してほしいよね。すっきりしないよね。だよね。国語だけなんでみたいな。ならない、なりますよ ね。じゃあとりあえず頑張ってください。はい、ということで今から勉強やりたいと思います。でも自学ってほんとめんどくさいと思います。私は範囲が決まってた方がいいと思うんですよね。範囲決まってないとやる気が起きない。なんか例えば金曜日までにこの1からね5ページぐらいやってきてねみたいな範囲が出てると4日とかに超燃えるんですよ。うお、やんなきゃーって言って。でも、自学って好きなことを何でもしていいって言われてるんで、なんかね、やる気が起きないんですよね、なんか。まあ、やりますか。ほんと、やる気が起きなさすぎてマジで、起きないです、全然。やる気が。3か。はい、ということで今からねちょっと友達とフォートナイトをしたいと思いますはい、ということで私ねゲームはあんましないんですけど友達のお誘いには乗りますはい、ということで。まだ私、宿題1日分終わってないんですよ。今日の分。何しようかね。でももうちょっと時間になっちゃったんで、とりあえずフォートナイトします。まあ、1日分ぐらいなんとかなります。今日帰ってきてから。はい。なんとかなります。はい、ということで、やります。バイバーイ。
れ重いんだよね。これいいじゃん。それならリミ一人でボーンってできそうだね。本当？これね、いいね。980円だし。これかな。これ買ってく？うん。と買おう。これ買います。リミちゃん一人で乾かすぞ作戦です。一旦これです。これ絶対転ばない。やばいところ。うん、やばい。うん、絶対転ばない。これかないよ、自分で。大丈夫。すごい。本当だ。これ絶対転ばないから。うん、これは。開けてみます。どうかな。一個こっちの方が。うん、どう？ちょっときつい？どう？いい？いいじゃん。絞り身でピンクと緑。これすごいね。やば。でも白だからトゲトゲすぎる。1週間に1回洗濯しないとさ。そうだね。でも中学校行ったら白い靴履いていくんだよ学校。うん、白指定だからね。あ、すごいこれ。すごい。なんかこうヒールみたいになってね。ね、すごい。押すとなんか浮く。可愛いけどね、爽やかで、うん、汚れがね、ちょっとね、どうかなって。そうだね、うん、何それ、あの無印で買ったマスクのやつ。マスクスプレーいいの？いいよ。いいんだ、うん、今度貸してね、うん、いいよ、貸しろ。リミにね、生姜の匂いするからつけてみって言ったら嫌だ。生姜？これ生姜の匂いするの？ストラスの匂いなんだ。ストラスか、生姜って。紅生姜の匂いがする。やだそれ。青をつけてあげるよ。いいよ、紅生姜いいよ。うどん来ました。食べましょう、食べましょう。みちゃんは、みちゃんは卵が好き。本当？量多くない？量多いね。でもハーフにしたから。これハーフじゃない。どうですか、美味しい？美味しいです。うどん美味しそう。美味しそうです、うん。何やってんだろうね。変だね。パパね。見えてきました。やば。全品、全品座り。やばくない？やばい。ちょっと行ってみて。もう結構なんかあれだね。すごい。文房具も売ってるね。
痛くてしょうがなかったっていう感じだよね。はい。安いのかな。おい、安い。安い？うん、安いよ。どうしよう。可愛いよ ね、このなんか黒にこの蛍光ピンク。可愛くない？好きそう。買いましたね。買いました。どれ？ビターショコラベリーミント。美味しそう。何する？どっちでもいいよ。すごい。美味しい？先生の。タピオカ。しーちゃん久々だね。美味しい？美味しい？意味は車で飲む。美使いやすい？うん、よかったよかった。これで一人でできるね。チロコロが来るよね、まあ、やってると。コロンドライヤー好きでね、ドライヤーしてるとね、来るんだよね。いいか、よかったね。帰ってきてお風呂に入って撮影もして、今から勉強でございます。はい、もうあと10分ぐらいで10時です。はい、やばいですね。追い込まれてますね。はい、宿題ですよ皆さん、これもう本当に今日何してたのって感じですよね。買い物に行く前に終わらせないよって言っといたのにちょっとサボってたらしいですね。歌歌ってました。そうなのね。そうなんです。ホムラ歌ってたら時間が来てしまってです。はい、じゃあね、もうこれが終わったらもう寝れるのかな。はい、はい、じゃあ頑張ってください。はい、じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。明日も学校なので。私こういうの追い込まれないとできないタイプなんですよ。まあね、自分がそれでいいならいいけどさ。まあ明日一日学校行ったらまたね、土日で休みなんで、はい、明日一日頑張ればね、終わりなんです。はい、じゃあ本当に、じゃあお休みしてください。皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。ボイボイ。私はいつもこんな感じです。四日四万です。本当に本当にですよ。本当に自学とかも木曜日に全部やったりします。先生に暴露してます。あらごめんなさい。ごめんなさい。マジで追い込まれるとできないタイプなの、マジで。ごめんなさい、パパに言うんで。頑張って、ボイボー。